か。もうちょっとよ。ボジュー、後ろシェフです。今日はサーモンとジャガイモのピューレと、今日の決め手はブルーブランソース、バターを使ったソースを、簡単にお家でも作れるように、紹介していきたいと思います。セッパルティー。材料紹介です。本日使用するジャガイモは皮付きで 400g です。このジャガイモのピューレは4人前分ぐらいできるので半量でもいいかもしれません。今回はですね、簡単にボイルするやり方ですね。ボイルしてピューレにするやり方なんですが、もしですね、じゃがいもの旨味を最大限に活かしたいという場合はですね、じゃがいもを皮付きのままアルミホイルで包んで、オーブンで160度のオーブンで1時間ほど焼いてあげると、じゃがいもの甘みを最大限まで活かすことができます。なぜオーブンでかというとですね、じゃがいもの、でんぷん質は110度以上にならないと糖分に変わらないからです。もしですね、お家の方で余裕がある場合は一度試されてみてください。ボイルした芋と、オーブンで焼いた芋、どちらが甘みが強いか試してみると一目瞭然だと思います。もちろん、じゃがいもに限らず、さつまいもなど芋類は全て同じです。これでですね、なぜ焼き芋が美味しいのか、そういうのがよくわかると思います。でんぷん質を糖分にしっかりと変えているから甘みがしっかり出ていたということですね。沸騰したらじゃがいもを入れてください。そしてよく混ぜて、しっかり混ざったらバターを入れてください。これでバター 40g でちょっと多いなって思う方がいたら少し余談をお話しします。フランスの某有名店は、ジャガイモとバターを同量で、合わせたりします。それでもすごく軽い美味しい、ピューレになるんですよ。やっぱりフランスのバターは美味しいからこそできることかもしれないですね。サーモンの場合は真ん中ではなくちょっと上側に骨がついているのでお気をつけください。刺身にする場合などでしたら、血合いも取るんですが、今回はしっかり焼くので血合いも残したまんま、サーモンを焼いていきたいと思います。もしお苦手な人は血合いもしっかり取ってから焼かれても大丈夫です。
サーモンがすごく柔らかくふっくらと揚がるのは片面だけ焼いてひっくり返してそのまま余熱で火を入れるのが、一番綺麗にサーモンが焼ける焼き方です。今回はですね、サーモンをきれいに焼く焼き方とは別にですね、サーモンの上にキノコをスライスして、乗せてオーブンで焼くやり方も少し紹介しておきます。キノコを、きれいに並べたらオーブンで焼いていきます。何の魚？サーモン。上は何？上はね、シャンピニオン。キノコ？うん。パパ？うん？今日、ピッツァって言ったよ。はい、ピザが食べたいと言われたんですが、焼き上がりはこんな感じになります。はい、今回はすごく簡単に作っていくので、お酢とですね、なんとオレンジジュースを入れて作っていきたいと思います。オレンジジュースを入れることによってですね、少し風味付けというか、フルーツの香りが少しついたようなバターソースになります。他にもですね、オレンジジュースの代わりにパインジュースだったりですね、他のジュースで作っても美味しいと思います。ぜひ試してみてください。ここでですね、バターの方はこのように小さく角切りで準備しておいてください。そして火にかけて沸騰させます。ここからですね、半分の量になるぐらいまで煮詰めてください。少しとろみがつくまで煮詰めてください。はい、こんな感じですね。量も半分になって、少し色味も強くなって、そしてこのように若干とろみがついているような感じですね。なくなるぐらいまで詰めてしまうとソースにならないので、お気をつけください。そしてここから少量ずつ、バターを足していきます。バターを入れたら鍋を揺すって溶かし込んでいってください。こういうふうにして二度化していく感じですね。そして入れたバターがですね、半分の大きさになったらまたバターを足して、これをですね、80g 分ずっと続けてください。少量ずつ、これをもしですね、多く一気に入れてしまうと、バターが分離してしまってソースにならなくなります。今までの苦労と材料が無駄になるので、しっかりと作り上げましょう。このような感じですね。そして火加減なんですが、中火、もしくは中火と弱火の間でずっと火を入れていくと、いいと思います。はい、先ほど作ったじゃがいものピューレを袋に入れていきます。お皿に盛り付けていきます。今回はですね、丸く形を作りたいので、お茶碗などを使って、丸みを、作っています。食べたみたい。学校で出た？うん。嘘。でもそうやって作ってないけど。うん。でもそんな。ここでこんなん出たらすごいやろ。うん。おお、いい感じ。これでいい。ここにですね、先ほど作ったバターソースを流し込んでいきましょう。バターソースはですね、すごく固まりやすいので、一番最後に作った方がいいです。じゃがいものピューレを作って、サーモンを焼いて、最後に、バターソースを作った方がいいです。はい、完成ですね。このままだとちょっと寂しいので、色を足してあげましょう。ここにネギもちょっと添えてあげると、この家に綺麗に盛り付けができます。長いところ、はい、ボナペティ。
いただきます、うん、おいしい。何これ。ソース、バターのソース。バター嫌いだけど。パパ大好き。ありがとう。いかがだったでしょうか。今日はですね、ブールブランソースをすごく簡単に作るやり方を紹介しました。ぜひお家でも試してみてください。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。バイバイ。